今日はこちらのテーラードジャケットを使ってオン・オフそれぞれのコーディネートを作ってみたいと思います。まずはシンプルなオフコーディネートから紹介したいと思います。インナーに黒のタートルネックでボトムはデニムを合わせています。そこにテーラードジャケットを羽織るというシンプルなコーディネートなんですけれども、ただテーラードジャケットを羽織るだけではなくてボトムを細身にしてアイラインシルエットを意識することが大切です。で、テーラードジャケットの色選びなんですけれども、30代40代になってくると黒のテーラードジャケットを合わせるとちょっと重くなりがちなんですね。かといってグレーっていうのはなかなか合わせにくい色でもあるので、ネイビーをですね、ぜひ迷ったら選んでみてください。で、あと簡単におしゃれに見せるテクニックとしてボトムのロールアップがあります。これは足首周りをスッキリさせてくれるっていう効果ももちろんあるんですけれども、今日はですね、柄のある靴下を履いてこういったところをチラ見せするっていうテクニックを使っています。シンプルなコーディネートの時こそこういった小技を使うとおしゃれに見せることができます。続いて2つ目のオフコーディネートです。上半身は先ほどと同じなんですけれども、ボトムを濃いネイビーのデニムに変えてきました。テーラードジャケットのネイビーと合わせることで色の馴染みが良く、先ほどよりも少し綺麗めな印象のコーディネートに仕上がります。こういったシンプルなコーディネートは使えるシーンも多くおすすめです。続いてオンのコーディネートいってみたいと思います。1つ目のオンコーディネートです。ボトムは先ほどと同じネイビーのデニムを履いてるんですけれども、トップスをですね、黒のタートルネックから白のオックスフォードシャツに変えました。インナーをシャツに変えてあげるだけできっちりとした印象に仕上がります。で、それだけだとこの時期少し寒いので、ネイビーのインナーダウンを入れてネイビー色で統一感を出したコーディネートに仕上げました。先ほどから着ているこちらのテーラードジャケットなんですけれども、コットンがベースのテーラードジャケットになっているんですが、ポリウレタンが中に入っているのですごいストレッチして着心地が軽いんですね。しかも生地の表面に光沢感があるので、オフの時ではなくオンの時にも使えるジャケットに仕上がっています。最後のコーディネートになりますが、オンコーディネートの2つ目です。先ほどのコーディネートと上半身は同じなんですけれども、ボトムをテーラードジャケットと同素材のスラックスに変えました。セットアップにするだけでかなりきっちりとした印象のコーディネートに仕上がります。またテーラードジャケットと同じくポリウレタンが入った素材になっていますので、かなり動きやすいコーディネートになっています。こちらですね、春になったらインナーを薄手のニットにしたりとか T シャツに変えてあげるだけで、またオフのコーディネートにも使えるかなり便利なセットアップになってます。このようにネイビーのテーラードジャケット1つ持ってるだけでオン・オフ様々なコーディネートが楽しめます。こんな感じで毎日おしゃれの役に立つ動画をアップしています。よろしければチャンネル登録お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。おすすめの動画がこちらになります。